脂肪属ポリケトンは高強度、高耐熱、低吸水性が特徴の熱可素性ポリマー。ポリマーの主差にケトン元を有するため、ポリマー差同士の結合力が強く、こういう点となる。例えばケトンエチレンコポリマーで摂氏255度、ケトンマイナスエチレンプロピレンターポリマーで摂氏220度である。また、太陽材性も高く、高強度である。 他のエンジニアリングプラスチックと比べると、原料のモノマーが安価である。パラジウム触媒を使い、エチレンと一酸化炭素から作られる。融点を下げるために、少量のプロピレンを混ぜることも多い。ポリケトン系樹脂は、脂肪属ポリケトンのほか、方向属ポリエーテルケトンなど、主刷にケトン元を含む、ポリマー全般を指す。ただし単に、 ポリケトンといえば、脂肪族ポリケトンを意味する場合が多い。この記事でも、以下では、ポリケトンを脂肪族ポリケトンの意味で説明する。シェルケミカルは1996年、ポリケトンを世界で初めて商品化し、カリロンの名で販売を始めたが、2000年には販売中止し、SRI インターナショナルに製造権を譲っている。シェルのほか、2013年に、 韓国の氷寸社が独自にポリケトン樹脂を開発している。エチレント一酸化炭素から作るのが最も一般的である。工業的にはメタノール中での剣濁重合、あるいは固定化触媒を使った基礎重合などで合成される。この重合はパラジウムマイナスフェナントロリン触媒を使うことで連鎖的に反応すると言われている。この説は ノースカロライナ大学チャペルヒル校教授のモーリス・ブルックハートが唱えたものである。この反応でできるポリケトンは非常に血管が少ないことで知られる。つまり、エチレンとカルボニル元が交互に付加する場合がほとんどであり、エチレン同士あるいはカルボニル機同士がつながることはほとんどない。特にカルボニル機同士がつながることは活性化障壁が高いため、まず起こらない。また、 ブルックハート教授の研究によれば、エチレン同士がつながるために必要となる、アルキルエチレンマイナスパラジウム複合体も、どの条件でもほとんど発生しない。その上、アルキル元に一酸化炭素が付加するギブスエネルギーは、アルキル元にエチレンが付加するギブスエネルギーよりも約3キロカロリー、モル低い。結果として、ポリケトンの欠陥率は、 非常に低く、約午後1時ほどである。1、3、ビスプロパンパラジウム触媒を使った場合についても、研究例がある。タンザホスフィンハイイシに配位された、パラジウムプレ触媒をメタノールに入れると、複製生物として比較的多量のプロピオン酸メチルが生成する。これと比較して、ニザハイ,イイシであるジホスフィンを使えば、複製生物は生じない。一方、ニザ。 ホスフィン排衣子を使うと、錯体がシストラン水性体の平行となり、この反応に適したトラン水性体を得ることができる。それに対して三座、ホスフィン排衣子を使うと、トランス体しかできず、定位挿入が起こらないために反応が進まない。ありがとうございます。